干末期、世は乱れ、群雄割拠の様相を呈していた。かつての秩序は失われ、名族の威信すら顧みられない時代。それを正すべく、漢王朝の名族袁紹が立ち上がる。紀州を地盤とし、公孫散ら周辺諸侯を倒し、勢力を強める袁紹。やがて彼は華北の覇権をかけ、旧友である曹操と対峙する。決戦の地関都で向き合う両雄、兵力においては袁紹が圧倒的に上回っていた。しかし曹操は将兵を巧みに操り、袁紹の軍を追い詰める。疲弊する将兵、落ちる威信、袁紹の脳裏をよぎる敗北の二字。否、今こそ名族たる威信を示し、勝利へと進む時。袁紹は誇りを胸に、敵が押し寄せる戦場へと躍り出る。我が名は袁本将、名族である。進め、名族の意向を早々に思い知らせるのだ。伝令、元領殿が関羽によって敗走、白馬が陥落しました。どいつもこいつも情けない。私自ら名族の戦のありようを示してやろう。愚直に白馬へ向かうならば、私たちは悠々と遠心を目指し、私がしつけてやるかしよ。大大将自ら出向いて、袁紹族の身のこなしを本気にもらい受ける。お前が関羽だ。名族の刃にかかること光栄に思うがいい。白馬に強大な敵がいるようだな。私たちで援護に行こうぞ。分かったぜ兄者。名族は瞬速でも大暴れして流浪の運動を放ったするか。悪が落とした関羽は天気の弟。彼らが会えば名族は偉大なり。そのようなことも考えられない。受けてみるならば、私が先に関羽とやらを受けばよか。飾られた花が我が手を下す。悪い、この私が倒れて我が手を下す。悪い、ハッキーの自信を受けてみよう。そのような殿方は嫌いじゃありません。我が手を下す。悪い、ありがたく受ける。悪い、さすがは袁紹様。白馬の奪還、お見事でございます。無論である。名族の陣容は常に完全であらねばな。へえ、ちっとはやるじゃねえか。偉そうにしてるだけじゃねえんだな。袁紹殿、手塚が白馬を奪還されたか。ならば褒美はこの私にお任せを。今なら西側がガラギだ。つついたら面白いことになりそうだね。ちょっとついてくるか。愚か、ひざまずく。将校殿は最近俺の不満があるよ。敵にそこをつかれると違反の可能性が。なんと、私自ら赴き、戦ぶりで奴を心酔させてやろう。
被害は見通しや。曹操に似て生意気なやつよ。名族の意、しかとその身に刻め。ここから華麗な戦ですね。さあ、この超心愛と華麗なる証拠を。妙なのに当たっちまったな。まあいいか。さて、俺様は強えぞ。さすがは炎章様、ご活躍まばゆいばかりです。当然である。曹操の息子になど遅れを取るはずもない。
コートンらの部隊が到着とのことです。名物など猛徳の邪魔となるだけ。貴様にはここで死んでもらうぞ炎症。そうそう、なかなか戦上手ではないが、だがこの名族の軍には通用せん。そんなところを攻めるなんて、帰る。戦運びは許しませんわよ。敵が調子に乗ってるな。それでこそ暴れがいがあるってもんだぜ。攻められてわからにはいけません。私たちも敵を攻めて差し上げましょう。逆境を覆す、これぞ戦の美の極致。さあ超春雷見せますよ。こんなもとへは行かせん。いざ自分が鉄壁の砦とならん。この炎本所の道を遮るとは何事だ。無礼者、道を開けよ。これも霊族の港たちよ。自分はそう思考、戦いが望むとは容赦せんぞ。私は策を破られて面白くないんでね。ひれ伏すな。痛い目に遭った。メド様が孤独な策の主か。ここへ倒れ、私が成敗してくれる。これは神か。ここであったら雨。素晴らしいご活躍。主にこれほどの卑屈があったとは。このわしが自ら打ち果たしてやろう。その尊大な物言いもここまで。うがいい。そうそう、格の違いを教えてやろう。勝ち時を上げよう。我が軍の勝利。